アポロ9号はアメリカ合衆国のアポロ計画における3度目の有人宇宙飛行である。アポロ司令、機械船を月着陸船と共にフルセットで打ち上げるのはこれが初めてだった。ジェームズ・マクディビット船長、デイビッド・スコット司令船操縦士、ラッセル・シュワイカート月着陸船操縦士の3名の宇宙飛行士は着陸船のロケットエンジン、宇宙服の生命維持装置、 後方装置、ドッキング操作など、月面着陸において重要となるいくつもの要素について試験を行った。また、サターン V 型ロケットを使用して有人飛行を行うのは、これが二度目であった。1969年3月3日に発射された後、飛行士たちは、軌道上で10日間を過ごし、その間に月着陸船による初の有人飛行や、 二度の船外活動を行った。またこの間に実行された人間が登場した宇宙船同士のランデブーとドッキングは史上二度目となるものであった。この飛行により月着陸船の安全性が証明され、後のアポロ15の飛行でアポロ計画の究極の目的である月面着陸への準備が整うこととなった。マクリビット、スコット、シュワイカートの三名は当初は AS-204 の指定番号が与えられているアポロ1号の予備搭乗員に任命されていた。1号にはガスグリソム、エドワード・ホワイト、ロジャー・チャーフィーが登場し、1966年後半に指令、機械船による初の地球周回試験飛行を行う予定になっていた。またこの後にはウォルター・シラー、ウォルター・カニンガム、ドン・エーゼルが登場する。 AS-205 が予定されていた。だが指令、機械船の開発が遅れたことで、AS-204 の飛行は1967年にずれ込んでしまい、これにより AS-205 は1966年にキャンセルされた。シラーのチームは、グリソムたちの予備搭乗員に任命され、代わって、マクディビットのチームが新たな飛行の本搭乗員に昇格した。 マクディビットたちが登場する新たな飛行では、指令、機械船及び月着陸船の完成型を2機のサターン IB 型ロケットで別々に地球周回軌道に打ち上げ、ランデブーとドッキングをすることになっていた。彼らは、直ちに新たに AS-205、208 20の指定番号が与えられた1967年後半に発射が予定されているこの飛行の訓練を始めた。 1967年1月27日、グリソムたちは2月21日に発射が予定されている1号の飛行の予行演習とも言える最終調整を発射台上で行っていた。その時突然、電気系統のショートが原因と見られる火花が発生し、司令船内は芝叩く間に炎に包まれた。3人の飛行士は逃げる間もなく、 アメリカの宇宙開発史上初めての犠牲者となった。この事故によりアポロ計画は18ヶ月に及ぶ、停滞を余儀なくされ、安全上の問題点が数多く指摘された。司令船は根本から設計を見直された。だが仮に1号の事故がなかったとしても、AS-205、208 20の発射は不可能だった。着陸船の開発は遅れていて、 ようやく初の無人飛行が行われたのは1968年1月のことであった。この18ヶ月間を NASA は遅れていた着陸船とサターン5型ロケットの開発と無人試験に充てることができた。有人飛行計画の進行は1967年10月までには再開され、翌1968年10月には シラーのチームがアポロ7号として C 計画と呼ばれるアポロ宇宙船による初の地球周回飛行を行った。またこの年の12月にはマクディビットのチームが2機のサターン IB ではなく1機のサターン5型を使用する D 計画と呼ばれる飛行を行い、さらに1969年初頭にはフランク・ボーマン、マイケル・コリンズ、ウィリアム・アンダースが登場して、 地球をより高い軌道で周回する E 計画が行われることになっていた。だが、相続く着陸船の開発トラブルにより D 計画は1969年の春まで実行することが不可能になったため、NASA は8号をサターン5型を使って指令、着陸船のみを月を周回させる飛行に変更し、E 計画は不要であるとしてキャンセルされた。 一方でマクディビットのチームはこの間ずっと着陸船初飛行のための訓練を続けており、彼も着陸船の飛行をしたいという希望を個人的に表明していたため、ボーマンとマクディビットのチームが交代し、D 計画がアポロ9号となった。この搭乗員のシフトの交代は、誰が最初に月面に降り立つかということにも影響を与えた。8号と9号の飛行士が交代されたとき、 その予備搭乗員もまたシフトチェンジされたのである。搭乗員シフトのルールでは予備搭乗員に任命された飛行士たちはその3つ後の飛行での本搭乗員となるのが原則だった。そのためボーマンたちの予備だったニール・アームストロングのグループが史上初の月面着陸をするアポロ11号の本搭乗員となり、また本来は11号に搭乗する予定だった。 ピート・コンラットのグループは、史上2度目の着陸となる、アポロ12号で飛行することになったのである。ケネディ宇宙センターから発射される、アポロ9号。1969年3月3日アポロ9号は、指令、機械船及び、サターン5型ロケットの他に、月着陸船というアポロ計画の遂行において、極めて重要となる、第3の機器を搭載した、いわば、 アポロ宇宙船を初めてフルセットで装備して打ち上げられた飛行であった。またこの飛行では史上初めてランデブーとドッキングの後に飛行士が船内を移動して宇宙船を乗り移った。飛行士たちは10日間にわたり指令、機械船と着陸船を操縦し、月飛行で予定されているような軌道上での両船のドッキングや切り離しの試験を続けた。9号は アポロ宇宙船がこのような重要な任務を十分にやりこなせ、月面着陸をする飛行士たちの生命を預けるに足りるものであることを証明した。アポロ計画ではこの9号から最後の17号に至るまで飛行士たちは自らが乗る宇宙船に名称を与えることが許された。ちなみに9号では着陸船はそのひょろ長い形態から雲、指令、機械船は ガムドロップと命名された。由来はその円錐形の形態とケネディ宇宙センターに運ばれてきた時青色の保護膜で放送されていたことによる。またこの名称はそれぞれが独立して飛行する時の無線でのコールサインとしても使用された。シュワイカートとスコットは船外活動を実行した。シュワイカートが実施したのはアポロ・スコイオラブ A7 リットルという新型宇宙服の 性能試験で、これは従来のように宇宙船からホースで酸素を供給されるのではなく、独自の生命維持装置を持っているものである。またその間、スコットは指令船のハッチから身を乗り出して、シュワイカートの姿をフィルムに収めていた。シュワイカートは宇宙服の性能試験のためにさらに広範囲な活動を行い、また緊急時に着陸船から指令船に、 船外活動で乗り移るのが可能であることを実証しようとしたが、宇宙用意を患ったためにそれ以上の試験は中止された。大西洋に着水する直前の休九1969年3月13日、マクディビットとシュワイカートは、その後着陸船の試験飛行を行い、地球周回軌道上で分離とドッキングの操作をした。この着陸船は、加工弾のロケットエンジンを噴射して、 ガムドロップから最大で111マイル離れ、その後加工弾を分離し、上昇弾のエンジンを噴射して、再び指令、機械船に接近した。またこの時の飛行は、地球機関のための装備を一切持たない、宇宙船で、軌道上を周回した初の実例となった。着水点は、バハマ諸島の東方北緯23度15分。 成形67度56分で回収船がだるかなるから肉眼で確認できるほど正確な機関だった。またアッポロ計画で大西洋に帰還したのは9号が最後であった。指令船はその後ミシガン州ジャクソンの科学センターに同所が2004年4月に閉鎖されるまで展示され、同年5月にサンディエゴ航空宇宙博物館に移転された。 着陸船上昇弾は1981年10月23日に、下降弾は1969年3月22日に、大気圏に再突入して分解した。サターン5型ロケット第3弾 s イ v ブ,ブは、着陸船の抽出が終わった後に、J-2 ロケットエンジンが再点火され、燃料が枯渇するまでエンジンを噴射して、太陽を周回する軌道に乗せられた。s v は、 その後宇宙ゴミとなり、永遠に太陽を回り続けることとなった。2014年3月現在、軌道上に存在していることが確認されている。計画の記章では、円形の記事の中に、USA の文字が書かれた、サターン5型ロケットが描かれている。その右側には、指令、機械船と着陸船が描かれているが、指令船のドッキング装置は着陸船のドッキング。 受け入れ用のポートではなく、船外活動で出入りするための前方ハッチに向けられている。また、指令、機械船のエンジンからは、周回する軌跡が描かれている。外周の上部には、縁取りに沿って飛行士の名前が、下部には、ローマ数字と共に、アポロナインの計画番号が書かれている。マクディビットの名前の D の中は赤い色で満たされているが、これは8号が、 アポロ計画における D 計画と呼ばれる飛行であることを表している。この気象はロックウェル・インターナショナル社のアレン・スティーブンスがデザインした。飛行士が宇宙船に命名することを許されたのはジェミニ計画で最初の有人飛行が行われて以来のことであった。これは8号が別々の宇宙船が同時に飛行するという性格のものであるため、 両者の混同を避ける必要があったからである。着陸船のスパイダーはその虫のような形態から、また指令船のガムドロップは飴玉のような形態から名付けられた。サンディエゴ航空宇宙博物館に展示されているアポロ9号指令船9号の指令船は、現在はカリフォルニア州サンディエゴのサンディエゴ航空宇宙博物館に展示されている。 機械線は逆噴射直後に切り離され、大気圏突入時の高温で分解し消滅した。着陸船スパイダーの上商談1969から018、A は1981年10月23日に、加工団1969から 018D は1969年3月22日に、それぞれ大気圏に再突入して消滅した。 サターン5型ロケット第3弾1969から 018B は2014年現在太陽周回軌道上に存在していることが確認されている。当初はウィリアムズが予備搭乗員に指名されていたが彼が1967年10月5日に T38 練習機の事故により死亡したため新たに B 員が任命された。後に予備搭乗員たちが アポロ12号で飛行した際、飛行の気象にウィリアムズを記念して4つ目の星が加えられた。ありがとうございます。